ただいま議長のお許しをいただきましたので、私は今、全国的に話題となっております、放置空き家対策問題と、県が管理する道路標識の落下事故を受け、広告看板、街路灯、道路灯、道路標識などの落下、あるいは倒壊についての2点の一般質問を総括方式でさせていただきます。全国では人口の減少に悩む自治体が圧倒的に多い中、守山市では、去る10月23日に人口が8万人に達し、今も町のあちこちで造成が行われ、あっという間に家が建ち、新しく守山市民となられる方々が増えていくところです。こういった状況の中、一方では全国的にも話題となっている空き家が市内あちこちで見受けられるようになってきたことも、現実として捉えなくてはならないことと思われます。少子高齢化社会を迎えるにあたって、生活スタイルの変化に伴い、親と子が同じ住居で生活をいつにする家庭が少なくなったことにより、高齢者だけでお住まいをされていたものの、死亡等により空き家となるケースなどが大きな要因と思われます。総務省の最新の調査では、空き家は住宅の 13% に当たる757万戸あり、別荘などを除いた実質の空き家は全国で270万から280万戸とされています。老朽化の激しい空き家は災害時の倒壊の危険や放火等、犯罪の誘発、ゴミの不法投棄や草木の繁茂などによる周辺環境の悪化、野良猫等の住み着きなどがあります。しかしながら空き家は私有財産のため、市町村の権限には限度があり、強制措置や立ち入りなどはなかなかはかどらないのが実情で、さらには行政が持つ個人情報の目的外使用禁止が壁となって、相続の後の所有者がわからないケースも出てきているようです。さらにはこの問題の一つの大きな理由としては、住宅用地に対する固定資産税の特例措置が更地にすると適用されなくなり、テレビ等のマスコミ報道、さらにはインターネットでは、6倍の課税になるという情報発信があることから、解体が敬遠され、空き家として放置されている大きな要因であると考えられます。刑事の自治体でも、舞鶴市や多賀町のように、この放置空き家の解体除去費用の一部を国の交付金を活用し、助成したり、また彦根市や八洲市、高島市のように、空き家対策条例を制定し、除去や修繕を命令できるようにするところ、さらには町の活力低下につながることを問題視し、対策として空き家の所有者と利用希望者を仲介する空き家バンクなどの制度を導入している市町など、市町などの多くの自治体が、この放置空き家対策には苦慮をされているようです。守山市では、これから増加するであろうこの放置空き家対策問題に対し、どのように捉え、今後どのように対処していこうとしているのか、税の軽減に関する特例措置関連を総務部長、建物の解体、撤去に関しては都市経済部長にご所見をお伺いいたします。2点目は、道路およびその周辺にある広告看板、道路と街路と道路標識板などのいわゆる頭上にあるものの落下危機および倒壊の危機についてお尋ねいたします。山梨県の笹子トンネルで天井が崩落し9名が亡くなるという予想だにしなかった痛ましい悲しい事故から1年が経過をしたところです。そして去る11月29日長浜市において県が管理する吊り下げ型の道路案内、標識板が県の委託を受けた業者が点検中、支柱とアルミ製の標識板をつなぐ3箇所の金具やボルトの腐食が見つかり、撤去の準備をしていたところ落下するという事故がありました。ちなみにこの標識板の重量は80キロあったとのことです。県では同じ形で設置されている標識320基を緊急点検し、さらに県道路課は重大な事故につながる事態、問題が見つかり次第撤去すると発表し、と同時にこれらの吊り下げ型標識は25年以上前に設置された古い形式のものとしています。幸いにして怪我人はなかったものの、浜街道の軍勢前の案内標識や
道路の中央部まで上部でアーム状に伸びている道路等など、守山市においてもこうした事態を踏まえて、対象となる標識の設置からの経過年数や劣化の度合い等を点検して、危険と思われる標識に関しては迅速に撤去なり、付け替え等の対応策を講じるとともに、これが国、県の管理責任のものであっても、万が一、落下による事故が起こらないよう、関係機関と連携を密にし、すぐに対応できるよう策を講じていただきたい。また、主に商店街のある市街地の街路灯につきましては、昭和の後半及び平成の初め頃に、県や市の補助金等の関係から、市中から新しく付け替え、あるいは補修され現在に至っているものが多く、これらは防犯灯の役目も兼ねていたとはいえ、明かりそのものよりもデザイン重視のものがほとんどで、支柱の上部におそらく当時のものであることから、すべてではありませんが、重そうな水銀灯を取り付けて、おのおの商店街で工夫を凝らし、特徴を生かした街路灯を商店の皆様の出資により設置されているものであると認識しております。この街路灯の維持管理につきましては、おおよそ十数年に一度くらいはメンテナンス、主には支柱の塗り替えを行うことが望ましい、聞いてはおりますが、このことには拘束力もなく、なかなかその指導通りに行えないのが実情のようです。市街地ではこの街路灯の維持経費はほとんどが商店街の負担によるものと思われ、一部の地域では自治会の負担というところもあるように伺っております。このような事情の中、設置から20年あるいはそれ以上を経過したものが当然多くなってきておりますので、支柱そのものが散歩の犬の放尿による、または自然の雨風による腐食が起こり倒壊するという危険が生じてきているものと考えられます。広告看板についてはがっしりとした鉄骨の柱で十分に看板の重量に耐えられるよう設計はされているとは思いますが、またそれほど古いものはないようにも思われるものの、円窓交差点のように道路沿いにびっしりと看板が並んでいるため、予想をはるかに超える突風など最近の異常気象から鑑みて倒壊の恐れがないとは言い難く、これらの民間の設置物の耐久年数及び維持管理に関してのルールの取り決めはどのようになっているのか、また道路灯や標識板などの公共物の管理責任と耐久年数をどのようにお考えなのかを副市長にお伺いをして私の質問を終わります。はい、総務長。池田議員ご質問1点目の放置空き家問題につきまして、私からは住宅用地に対する固定資産税の特例措置、このことにつきましてお答えをさせていただきます。議員仰せのとおり、空き家が維持管理されずに放置され、老朽化が進みますと、災害時の倒壊の危険、あるいは犯罪の誘発、また草木のハンモ、野良猫の住み着きなどによる周辺環境の悪化、こうした防災面、あるいは防犯面、また環境面でも多岐にわたる問題が生ずるというふうに認識をしております。そこでまず住宅用地に対します固定資産税の特例措置についてでございますが、この特例措置につきましては、地方税法第349条の3の2で、住宅促進を図る目的から、固定資産税の負担を特に軽減する必要があるということで規定されたものでございます。そのため、住宅を取り壊して更地にいたしますと、この特例措置が適用されなくなり、特に古い住宅を取り壊された場合は、税負担が増えてしまうという場合がございます。こうしたことから、仰せのとおり、所有者が空き家の取り壊しを躊躇し、放置してしまうというその要因の一つでもあるというふうに考えております。このような放置空き家問題に対しましては、国会においては、本年10月には、
自民党で議員立法を目指しておられます空き家等対策の推進に関する特別措置法案、この法案のにおきまして空き家を自主的に撤去する場合の固定資産税の軽減措置の導入、こういったことについても議論はされているというところでございますし、また一方では全国市長会をはじめ地方関係団体からは管理不全な空き家に対しては住宅用地の特例適用を解除することで自発的な利活用あるいは取り壊しを促す制度などの必要な対策を国の方へ要望されているという状況でもあります。このようなことから現在のところ本市独自に税負担の軽減を講ずるということは考えてございませんが、今後国の議論のこうした議論の推移を見守ってまいりたいというふうに考えております。以上答弁とさせていただきます。はい、都市経済部長。はい、放置空き家対策問題のうち建物撤去に関してのご質問にお答え申し上げます。危険建物について地元自治会や近隣住民から相談がある場合、建築の状況が非常に悪く一部の倒壊が見られるなどの状況においては建築基準法第8条により建築物を適法に維持保全するよう努力義務を課していることから、まずは消費者等に対して建物を適正に維持管理するか除去する指導をしているところでございます。実際には過去3年で2件の指導を行い、その結果除去による是正を行っていただいたところでございます。なお建築基準法第10条により著しく保安上危険となり、また著しく衛生上有害となる恐れのある場と認めた場合には相当の猶予期間を設けまして除去等の勧告や命令を行えることとなっております。今後の空き家対策につきましては空き家の状況を踏まえ関係部局と協議する中、空き家対策について国会において検討されてますことから国の動向を見守ってまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。はい、副市長。池田議員ご質問の広告看板標識等の落下及び倒壊についてお答えを申し上げます。議員仰せのとおり昨年12月に発生した中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故など老朽化した構造物落下や倒壊における痛ましい事故が全国で発生をいたしております。このような事故を契機に国から道路ストックの総点検の実施について通知を受け、本市におきましては適切な維持管理を行うことを目的とし、本年度市が管理いたしております道路の付属物の道路照明灯146基と標識29基における腐食状況や取り付け金具について高所作業者を用いた調査を実施をいたしております。ただいまご指摘をいただきました浜街道の吊り下げ案内標識はご指摘後過日目視で確認したところ落下の危険性はございませんが、これから実施をいたします調査の中でそれ以外の市が設置している施設の案内標識等についても今回の調査と合わせて実施をしていきたいと考えております。また照明灯及び標識の耐久年数は明確にされていないことから今回の点検業務においては今後の計画的な維持管理に必要となる点検表の作成と、落下等危険な場合にあっては撤去し点検時に、軽微な補修で対応できるものにつきましては実施をしてまいります。また道路パトロール
各会館で実施をされている地域巡回パトロールや地域の方々から標識等の腐食の件で通報がある場合については迅速な 対応が行えるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えております。なお県におかれましても点検が実施されており、県管理の標識等の点検結果は本市に連絡いただくこととなっており、危険がある場合は県と連携を図りながら速やかに対応してまいりたいと考えております。次に商店街の街路灯につきましては、議員仰せのとおり昭和の後半から平成の初め頃に多くが設置をされております。その後建て替えや補修が行われているものの、設置されてから20年が経過している街路灯も現にございます。市街地商店街の街路灯につきましては本年度は蛍通り商店街および元町商店街で照明器具の LED 化に伴う部材交換等が行われており、来年度においても銀座商店街および吉見商店街において照明器具の LED 化が計画されています。こうした工事を通じて街路灯の状況確認を行われているものの、それ以外の街路灯については年数が経過しておるものもございますことから、保守点検の徹底をそれぞれの商店街にお願いをしているところでございます。次に広告看板の維持管理に関してのルールについてお答えを申し上げます。森山市では良好な景観形成、風致維持、公衆に対する危害防止を目的として平成21年度に屋外広告物条例を施行し、以降今日に至るまで屋外広告物の設置については一定の基準に基づく許可手続きを求めており、ちなみに11月末現在での許可件数は滋賀県で対応されていた件数と合わせまして720件でございます。これらは倒壊や落下の恐れがないものであると同時に良好な状態を保持することを許可条件に許可したものでございますとともに、現状変更や一定年の経過時には変更許可や継続許可を得なければならないことから、必要なものについては更新時にしっかりと指導を行ってまいりたいと考えております。道路の専用物についてでございます。専用車自らが危険がないよう適正な維持管理に努めていただくことになっております。一定期間を経過した専用物につきましては専用の更新が必要でありますことから、安全性の確認を要するものは更新時に構造物の点検結果の提出を求め、専用更新手続きをしていただくよう専用車に対しまして指導をしてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても引き続き道路の安全対策にしっかりと取り組んでまいります。以上止めとさせていただきます。16番池田真嗣君よろしいですか。はい、はい、16番池田真嗣君。はい、1点目につきましてはこれから国の方針も見極めた中でのことと思いますので、あまりしつこく質問はいたしません。検討という文字がなかったものですから喜んでおります。それから2点目でございますが、民間で行う特にね、広告看板、今、副市長おっしゃいました更新時の時にという指導をするということですが、この更新時というのはいつのことでございますでしょう。まあ、1年に1回とかそういう目安であるんでしょうか。まあ、JR 沿線にある田んぼの中の広告看板、こういったものは、まあ、倒壊といってももうほとんど人的には危険がないと思うんですが、この道路沿いに立っている、まあ、歩道沿いに立っているこういう看板につきましてね、やっぱりちょっと質問でも申し上げましたそのトップであるとかそういったものに関しては危険性があるように思いますので、もう一度この更新時がいつなのかということをちょっと教えていただけませんでしょうか。
はい、副市長。広告、屋外広告の更新の件でございますが、まず道路を占用されてされている広告物ございます。道路占用物については5年という規定がございます。また鉱物の更新というのは一定の幹部を変えたりされる場合の更新時ということで、ございまして、一定の期間、同じものがずっとされている場合の期間はございません。はい、ちょっとすみません、同じものの更新についてはちょっと2年もう一度しっかりと調べさせていただきます。ただ、道路の専用物件は5年という規定がございます。